メクレンブルク・シュベリン自由州、またはメクレンブルク・シュベリン自由国は1918年から1934年にかけて存在したドイツ国及びナチスドイツの自由州である。領域は現在のメクレンブルクイコールフォア・ポンメルン州の一部に相当する。1918年11月のドイツ革命による君主制廃止の本流が メクレンブルク・シュベリーン大公国にも波及する中、11月14日にメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ4世が退位し、メクレンブルク地域における君主制は隣接するメクレンブルク・シュトレーリッツ大公国と合わせて廃止された。メクレンブルク・シュベリーンとメクレンブルク・シュトレーリッツを合わせたメクレンブルク地方はもともと統一された地域だったため、 君主制の廃止を契機とした統一の議論も起こったものの、結局は統一されることなくそれぞれ個別に自由州となり、独自の州憲法を制定して、独自の州議会を有した。一方で、上級裁判所については、ロストックにあったメクレンブルク上級コース裁判所を共有した。メクレンブルク首都レーツ自由州は、プロイセン自由州の県ほどの大きさしかない召で、 財源を乏しかったことからわずか数年で財政的に行き詰まり、1920年代後半にはメクレンブルク・シュベリン自由州との合法やプロイセン自由州からの支援取り付けが模索されたが結論が出ないままであった。その後、ナチ党政権による強制的同一化の過程で国家代理官が置かれることになるとメクレンブルク・シュベリン及びメクレンブルク・シュトレーリッツの 国家代理官となったフリードリヒヒルデブラントが、両自由秀を合法させることを決定し、1934年1月1日に、約3世紀ぶりに、メクレンブルク州として統一された。1937年に大ハンブルク法が制定されると、シュレースビヒホルシュタイン地方にあった飛び地のドームホフ、ラッツェブルクトハマー、マンハーゲン、バンテン、ホルスト、 バルトスフェルデをハンブルク都市圏のヘルツオークトゥムラウェンブルク地区に譲り、代わりにリューベックからウテヒトとシャッティンを遺憾された。シュターフェンハーゲン近郊にあったポンメルンの飛び地のツェッテミンも遺憾された。第二次世界大戦が終結するとメクレンブルクはソ連の占領下に置かれオーデルナイセ戦異性のポンメルンと統合されてメクレンブルクイコールフォアポンメルン州となった。 君主制が廃された後、1919年2月21日に政権議会が召集された。1920年5月17日にメクレンブルク・シュベリン自由州憲法が制定され、1920年6月には衆議会選挙が実施された。選挙制度は、厳政高速名簿式比例代表制を採用し、ドント方式で議席配分が行われた。 メクレンブルク・シュベリン州政府は、州首相のもとに、外務省、内務省、財務省、法務省、教育、技術、宗教、医療、総務省、農業、国土、林業省の6省庁を有していた。内閣は、州首相と大臣3人とされていたが、州首相、大臣とも基本的に2省庁を所管する運用が、されていたため、大抵は州首相と、 大臣二人で内閣を構成していた。また、外務省は、州首相の所管とされた。ナチ党政権下では、各州の自治権が縮小されたため、内閣は、州首相と大臣一人となった。ありがとうございます。